皆さんこんにちは。今日はですね、アメリカ人が一番使いそうなフレーズをこの4人で協力して当てに行くっていうゲームをやります。まあ多分分かりにくいと思うんで、説明するだけだと練習ラウンドとしてこれからやるんで、それで分かってもらえれば。アメリカ人が一番使いそうな挨拶で、それを英語でここに書いて、で4人でそれが一致するかどうか。挨拶やんな、はい、一発目に当てて。あんまひねったらあかんで。あんまひねらんとこだ。めっちゃシンプルに書いてある。はい、もうこうやって書いて。はい、挨拶か。で今回はいい、そう、今回は合わせに行く、はい、今回はあの敵じゃないからみんな、はい、これ練習だよね、うん、練習ラウンド。練習する意味も分からない。分かりやすく分かってもらうために行こうか、まあまあ、はい、でみんなでせーので言おう、うん、いっせーので What's up? はい、はい、はい、いやお前もう帰れ。ダメだ。ごめん、ちゃんちゃんちゃん、練習でよかった、練習でよかった。本当に、はいはいはい、あ、分かった、これもさ、これも間違えたな。ちょ、もうえって、そのシリーズもう嫌や。無理、少数派は一発芸、英語で無理。え、それ毎回やるん。よかったな、1回目練習で。よかった。お前地獄のルールやね、これ。えぐ。これだんだん難しい。ちょっともう無理、そのやめよう。デコピンにしよう。いや、かわいい、かわいい。デコピンにしよう。いやや、一発芸は。はい、はい、じゃあお題なんでもいいで。じゃあアメリカ人が一番好きな飲み物は。あー、オッケー。一番飲んでる。そういうのもあり。一番飲んでる。え、言葉以外も行く。あ、言葉以外行く。人の認識。あ、言葉で行く。じゃあ一番使ってるやろうなっていう単語。単語か。いや、協力すればいけるで。いや、単語だ。単語。そういうさ、え、単語やんな。え、そういうこと。リピート。それやったこれや。え、どういうこと。え、単語ってさ、あれ入る。え、ワンワード。もうワンワード。本当にこの、それはもう形容詞動詞もう全部関係ない。ほんまに、うん、関係ない。え、どういうこと。だったらもう、だったらあれしかない。だったらね。え、待って、やろう。はい、いきます。はい、ワンワードってワンセンテじゃないよな。うん、知らん。あの、ワードでエッセイでこうやって言って、ワンワードってカウントされるやつ。全部、何でもいい、うん、そう。で、アメリカ人が一番言ってる言うやつやな、うんうん、書くやつやな、うんうん、待って、これしかないやろ、絶対これ、うん、待って待って一択でしょ、これは。一択。え、でも分からん。待って、え、何急に。これは、あれやん。急に裏切る。こうかな、うん、ワンワード。え、こういうこと。うん、そういうこと。いけた。はい、行くか、せーの。あー、いッキン。お、俺らあったやん。あい、飛んできた、俺に着手した。嬉しすぎて。え、あいやろ。やんな。それちょっと何、それ。ちょっとトンチみたいな感じ。どういうことだって、あいってワードで一回なるやん。オッケー。じゃあさ、あのさ、エッセで1ワードとしてカウントするやつって言ったやろ。だからもうこれしかないな。そう、それこれやろ、絶対。しかも喋り言葉やで。あい。もう自己主張強い。マジで。うわー、分かった、今理解した。ハルくん目見た時、あ、ファッキンやと思った。そこで通じ合ったと思ったもん。それな、マジか。通じ合ってたはずやん。絶対通じ合ったと思ったよ。はい、しっかりあの罰しといてくださいね、はい、一つ。あ、罰ね。よっしゃー。なんかある？おこ、うん、これってあれな。あ、わかった。聞き返すときに一番使う言葉。うん、待って。あー、はいはいはい。うんうんうん。これは誰か使う。聞き返すっていうのは。まあ、なんてやな、なんてっていうような感じをアメリカ人が使う場合一番多いやつ。シンプル、もうほうか、めっちゃシンプルやで。私もやで。寄せていこう、みんな。ワンチャン俺一人だけかもしれない、これいける。はい、せーの。はぁ、わっ、わっ、わっ、はぁ、はぁ、はぁやんな。わぁやろ。2-2や。この場合はドローやな。ドロー。よかった、よかった、ありがとう。絶対こっちは泥つけたかったな。わーじゃない。 I'm sorry, わー。分からんな、むずいな、これ。ちょっとひねりがいるな。合わせていかなあかんかったな。合わせていかなあかん。怖いな、これも。みんな仲間だから。合わせにいってへんかったね。確かに。みんな仲間だからね。一人かもしれんって言うな。合わせにいってへんかった。でもアイボンは絶対来ると思った。マジで。ここに通じ合ってるから。
むずいなこれ。じゃあアメリカ人が話し始めるときに使って、いけるいける、ワン単語？話し始めるっていうのはその会話が始まる時ってこと？普通になんか話しかけるっていうかな、なんか普通に本当に話して、わかる、言いたいこと、言いたいこと分かるけど、知らん人にってことやな。よくさ、例えばさ、知らん人とかじゃなくて別に友達とかさ、じゃあもう I wanna go out とか言うけどさ、絶対愛から始まらへんやん、アメリカ人って。ちょっと待って、前にさ出てくるやん。でもこれ合わへん、絶対合わへん、絶対合わへん、絶対合わへんと思う。これ英語で書かなあかん。分からんねんけど英語で。適当でね。こっちじゃないか。待って待って待って、ちょ、カタカナで書いたあかん。いいよ、会話スタートやな、最初スタートやな。一人はおるやろ、一人はおるやろ、ほんま。お願いします、いける、せーの、What's up? You know what? Hey! ほら、ほらこれあかん。これちょっともうあれやろ、うんから始まるんじゃん。じゃあ、You know what? 言わんとしてる。 You know what? って言うだろ。ここはね、あれやな、通じ合ってなかったな、ちょっと。ダメだね、これ難かった、ごめん。むずいな、ちょっと難かったな。えいえいえい、言うな、呼んでる時、でも呼ぶ時やな、呼ぶ時かな。どの場面かが難しいねんな。何あるやろ。むずいな、お題を考えるのがむずいな。お題むずいな。盛り上がってる時に使う言葉、アメリカ人。待って、盛り上がってる様を表す時にアメリカ人。どういうこと、どういうこと。だからこの場所は何々だねみたいな。ちょっと待って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 、ちょっと間違えた。このパーティー何々だねみたいな。あー、オッケー、いける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 。このパーティー何々だね、もう分かるでしょ。このパーティーめっちゃ何々やみたいな。もう単語だけやろ。そうそう、単語、もう一単語で。どっちどっち、どこ。 It's on you, man。 合ってるかな。パーティーで使うかな。もうこれは絶対大丈夫でしょ。バッツここで。分かる。はい、せこいわ。分かるってふうか。聞いてるって絶対いける。聞いてない、聞いてない。せーので、レッツリー。わっ、せリーやろ。レッツレッツちゃうよ。あ、シックか。リッツやんな。リッツ、オッケー。うわ、もうここ強いわ。なんかもうせこいな、なんか。待って、いや、もう歴が違う。本当にアメリカ歴まだまだ1年経ってね。もっと簡単なんって。じゃあ簡単な行こう。絶対アメリカ人が一番使うであろう B から始まる単語。単語 B から始まる、 B から始まる単語、一文字ってこと。うん。うわー、むずっ。オッケー。 B から始まる、ワン単語ってことやんな。ワンワードってこと。そう、エッセイで書くと。うん、 B？ 俺スペル合ってるか分からん。待って、分からん。待って、ちょっと待ってや。めっちゃなんか一番アメリカ人が使う B から始まる単語やんな。そう、使うであろう。喋っててってこと。そうでしょ、喋ってて。じゃあもうめっちゃ、もうもっとヒント出せ。超ステレオタイプのアメリカ人が一番使うであろう、育ちどういうこと、どういうこと。育ちがいいか悪いかで、シンプルに考えた方がこれやってんけど。あ、もうできた。じゃあもうできてるやん。でもそれ2単語なんやけど。え、違うな、下違う。めっちゃ単純、めっちゃ単純。もうひねらんでいい、もうやるな。じゃあ言ったで、じゃあほんまに言ったで、合わせにいかないね、これ。いける、これは。ちょっと2単語書く、私。え、でもこれしか出てない。待って、あ、スペル分からん。ステレオタイプが分からんねんけど。ステレオタイプ、要は映画とかで見る感じのコテコテのアメジンみたいな。なんで、なんかここつやってんの。もうアメリカの高校ドラマバーンみたいな。そうそうそう。これで外れとったら笑える。これで外れとったらめっちゃ恥ずかしい。いける、せーの、バーガー。え、あい、違う。 B はないやん。あ、ビッチな、ブーシー。あ、ブーシーやわ。でもでしょ、だから。ああ、ほんまや。でもビッチやわ、ビッチやわ、これは。ビッチやろ。これはビッチやな。これはビッチやわ。めちゃくちゃ、めっちゃみんなビッチ言ってるから大丈夫。すごい言ってるけど。なんか誰も、てか一回も揃ってなくない。本当に。ちょっと揃えよう、4人で。4人で揃えたい。じゃあ、話の
つなぎで使う。なんかまたムズの来たで。え、つなぎで使う。絶対合わへんやん。え、じゃあさ、フークが一発目に言った。もう俺これしか分からへんで、もう。どういうこと？話のつなぎ。話、あ、分かった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 。いい？うん。話のつなぎ？うんうんうん。絶対これ、これしかない。センテンスをセンテンスをってこと？そうそうそうじゃん。じゃあなんか間のみたいな感じの。オッケーオッケーオッケー。これは多分揃った。揃った揃った揃った。はい。いける？いくね。せーの。ユノイ。ええ。うわー！ユノイやな！ほら、絶対ユノイ。迷った、めっちゃこっちも迷った。絶対ユノイやって。ユノイや。絶対ユノイやって。ユノイ。ユノイか。あ、でもライト。めっちゃユノイ。でしょ？こっちとでもやった。ユノイともやった。ユノイやな。もう二択やろ。二択。うわー、迷った。やばいやん。二択。ユノイやろ、これは。うわー、まず二個や。ユノーかアイボンとサヤネのいやちょっと待ってちょっともう無理無理無理絶対勝つうわ今の質問バリ良かった当てれに行ったらあれほんまにうわー間違えたでも揃わせようぜ本当に揃ったら終わろう揃うまで終わられる変えれませんやほんまやな何やろ OK 一番アメリカ人が使うであろう省略した省略言葉みたいな OK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 O
動、いや、あ、どっち？食べ、喋る方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 で、ちょっと待って、え、あの公式の英語じゃないで、それを、はい、あのエッセイとかに書いたらあかん。なるほど、なるほど。スラングとして。え、省略してる？え、それいい言葉？言う言葉。これやんな、絶対これやわ。え、本当に？分からん。絶対これ、100これ。これやな。いや、これ二択やな。いや、もうこれ。あ、これバリ楽しいわ。これバリ楽しいかな。お願いします。いける？はい。せーの。ガナ。うわー。全然違った趣旨が。これと迷ったでも。これと二択やった。ガナやろ。あぶねえ。ガナやって。あー。はい、バツ書いて、バツ書いて。はい、バツください。もうこっからシビアに行くよ。なんかこれとこれ一緒にされんの嫌やわ。こっからシビアに行くよ。同じバツ。揃わへんやん、マジで。全然揃わ。まあでもガナか罠やな。二択だったね。理解力ないわ。普通に。それだってテキストやん。別に喋り言葉で訳してない。まあでも使う人使うけどな。WTF って。子供の前とか。あー、なるほどね。フォロー入れといて。優しい。なんやろうな。はいはい、行こう。アメリカ人が着てるパーカーのここに一番書いてありそうな言葉。はい、これ言葉、それめっちゃおもろい。そう、揃わせよう。これはいけるで。これちょっと待って。いける、これはいける。だってあれは書いて、あれは着ないよな。待って、言葉？え、言葉？これはちょっとひねってもいいですか？なんでもいい。ワンタンゴ？なんかなんかさ、だからロゴ、ロゴでもいいで。ロゴでも、ロゴとかそういうので。ロゴね。はいはいはい。ここでみ、パーカーのここで右、絶対。あ、もう今めっちゃ通じた。アメリカ人、アメリカ人でしょ？アメリカ人。アメリカ人っていうか、まあ俺らが知ってるアメリカ人にしよう。絶対通じた。え、待って。待って、スペル合ってるかわからん。もう絶対負けられへんかな、これは。本当に。はい、来た。これは来た。うわー、これ嫌やな。いけない。せーの。ホリデー。I love New York。 ちょっと待って。ほら、 I love New York。 ほら、待ってよ。ほら、言ったよ。ほら、ほら言った。ほら言った。え、そういうこと。これちょっとさ、マニアックすぎ、マジで。この部分でっていうのが。あー、な、それなんかせっぽいわ。ニューヨークだから、ここは来てるとこ。もうアイラブニューヨークや、もう。え、でもフーカもそれめっちゃ迷った。学校 T シャツめっちゃ迷った。はい、ペケペケ。最悪、やばいな、本当に嫌だ。俺こっからマジでほんまに。ねえ、ほんと自分が通じ合いすぎやろ、マジで。いや、ここ同士でお題出していいで。あ、そうやな。そうやん、そうやん。どうする？じゃあ、じゃあ揃わせよ。揃わな、終わられへんからな。そうだね。じゃあ、いやでもこれめっちゃむずいな。アメリカ人とかが何急に声ちっちゃなった。友達に対して名前じゃなくて何っていう。はいはいはい、あ、これもこれはこれは揃うよ。これは揃うでしょ。揃わせよ。あ、待って、どっちにしよう。そうやねん、結構迷った迷った。いや、もうこれやな。安牌で、安牌で、これ行こう。安牌で。はい、行くで。はい、せーの。ブロー。イエーイ。最強、それ最強やん。いや、終わり。ブロや。終わり？あ、終わった。あれな、
一発芸、ここ、あれ、どこやった？ジャンデ、はい、あ、はい、来た寄ってるありやありや二回やらないやばいI don't give a shit. I don't give a shit. I don't give a shit. Oh, puppy!